この大空に翼を広げて。データを。とにかく、お帰り、葵。困ったことがあったら遠慮なく頼れ。俺はお前らのアンちゃんなんだからな。ダイヤフラムか。ああ、いいぞ。手に入ったら連絡する。いいって。高そうな自転車ね。さっき一緒に入ってきたの気づいてなかったの？ない。おかしい。絶対持ってるはずなのに。
探し物よ。見てわかるでしょ。あなたこそ早く返しなさいよ。持ってるの分かってるのよ。だから。絶対持ってるに違いないんだから。別に。私、男の子の部屋に入るなんて初めて。結構片付いてるのね。もっとこう、ゴミ溜めみたいなのを想像してた。どうかしたの？してきたのはその怪我のせいなの？別に、なんとなく。誰が心配なんてしたのよ。してません。1ミリたりともしてません。じゃあね、時間の無駄だったわ。
何しけた面してんだよこの裏切り者め。そういうことなら俺に聞け。何せ俺今彼女いるもんね。エリちゃんって言うんだけどさ、写真見る？だろう？一緒にバンドやってんだ。エリちゃんがボーカルとベースで、俺がギター。エリちゃんのために必死に練習した。今じゃインギー並みの早弾きだってできるぜ。お前さ、前の学校で自転車やってたんじゃねえの？もうやんねえわけ？でもうちには自転車部なんてねえけど。でっかい大会で表彰台に上がったんだ。アゲハもホタルも今度のレースは応援にくっついてくってあんちゃんに言ってたんだぜ。まあ一応俺もだけど。勘違いすんなよ。俺はお前がブザマに負けるところを見に行くつもりだったわけで。別に応援なんかするつもりなかったんだからな。アゲハのやつ悔しがってたぞ。お前のいいとこ見られなくて。お前そういうの分かってんのか？なのにろくに連絡もよこさねえでよ。あんなコンビニで売ってるプリント済みのやつでか。返してもらえるだけありがたいと思え。この
おお、珍しい二人組発見。